見てこれ全部空心菜っすよ。取り放題。虫食いなんてさ、虫さんとシェアしてんのよ、この食材を。こんにちは、ひさすがです。最近ですね、ちょっと野菜不足を実感しておりまして、今日はそれを解消するために沖縄で野生の空心菜を摘んで食べようと思います。野生の空心菜、中華料理とかタイ料理で出てくるやつね。沖縄に行くとね、あれが自生してる場所がね結構あるんですよ。取り放題、そして食べ放題。じゃあ行きましょう。でこの辺ですね、こういうとこですね。この辺ね、湧き水が地面から湧いてまして、一年中ね湿気というか水気があるんですよ。でこういう水っぽいところに空心菜は茂ります。見てこれ全部空心菜っすよ。取り放題。これこれこれ、野生の空心菜です。その証拠にちょっと一本切ってみましょうか。よいしょ、ほらほら、空洞でしょ。空心菜でしょう。空心菜には中国語の塩菜、それに由来する和名の塩菜、そして沖縄名のウンチェ、ウンチェバーなど様々な呼び名があります。沖縄県では各地で栽培もされていますが、このように自生している群落もしばしば見られます。虫食いさえ気にしないならいつでも食べられるというわけです。でこういう湿地というか水気の多い土地ではよく見られます。案外ね、探すと見つかるもんです。じゃあちょっと味見用に摘んでいきますか。よっ。この空心菜のいいところはね、多少こうやって積んでいくじゃないですか、穂先を、まあ、するとね、残された茎からどんどん新芽が出てきて、またしばらく時間を置くとですね、同じような空心菜の草むらが再現されるとこですね。取り放題、ある意味ね。ダメですよ、いっぺんに全部根こそぎ持ってったらそれはなくなりますけど。はい、では料理しましょう。メニューはもちろんニンニク炒めです。はい、フライパンにごま油を敷いて、スライスしたニンニクと、唐辛子の輪切りを熱します。油に香りを移して、よく洗った空心菜を、適当な大きさに切って放り込みます。火加減はね、強火です。で火が通りにくい茎の方を先に炒めちゃいます。で適当なところで葉も投入して、しんなりするまで。多分皆さんね、このサイズのところから虫食いのある葉っぱをね食うのかよって気にされてると思いますけど、虫食いなんて炒めちゃったら分かりませんから、そのまんまいきます。あのね、虫食いなんてさ、虫さんとシェアしてんのよ、この食材を、空心菜を。ね、そう考えたらエコロジーでピースフルな感じでいいっしょ。味付けは塩コショウと、僕は中華スープの素を使います。をほんのちょっとパサッと加えて、で隠し味程度にオイスターソースを入れちゃってもいいです。はい、完成です。はい、野良空心菜のニンニク炒め完成です。まあ、今回はね、間違いなく美味しいでしょう。勝利が約束されているようなもんです。はい、それじゃあいただきます。さあどうかな。うん、間違いないよね。うまい。これでただか。うん、うめえ。そう、沖縄でこういう狩猟採集自給自足系の食材っていうと、水産物を思い浮かべる方が多いと思うんです。でもね、実際はこういう植物の中にも美味しい山菜だったり野草っていうものがたくさんあります。代表格がこの空心菜、ウンチェ、塩菜ということになります。あ、でも沖縄の人でもね、案外空心菜自生してるっていうのはね、知らない人も多いんですけどね。いや、でもこれ、このレベルのもんがタダで手に入る食べ放題っていうのは本当にありがたいですね。めぇ、あ、米、米食いたい。本当にね、無限に白米が食えます。なんか沖縄に住んでる限りは米とニンニクと唐辛子と調味料さえ買えば生きていける気がしてきた、この空心菜で。あとたまに魚釣ればいいし。本当の意味で暮らしやすい街っていうのはこういうところを言うんじゃないかね。はい、ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。はい、というわけで今回は野生の空心菜、
を扱ったわけですけども、ちょっと調べがね完全につかなかったんですけど、この空芯菜が沖縄にもともと生えてる植物なのか、それとも、作物として持ち込まれた外来種なのかっていうのが、ね、実はねはっきり僕も分かってないんですよ。どっちもあり得るなっていう線なんですね。東南アジアには自生してる、種ですし、古くからね沖縄では栽培もされてたので、持ち込まれたとも元々生えてたとも考えられる。その辺ちょっとお詳しい方いらっしゃったらコメント欄で教えていただければ幸いです。お願いします。あと注意点としてはね、今回はもう完全に野良化してる空芯菜でしたけども、中にはちゃんと栽培されてるものもあります。畑だったり、あるいはちょっとした家庭菜園的なスペース、個人の敷地内で育てられてるものもありますんで、そういったものはねよく見ればなんとなくわかりますから、手入れされてるんで、そういったものは勝手に取らないように、当たり前ですけどね。あとね、いや空芯菜食べ放題なんて羨ましいと思った方いるかもしれません。虫食いあるけどね。一個ね隠してたことがありまして、実は沖縄ではねこの空芯菜非常に安いんです。どっさり入った束が100円とか150円でね買えるんですよ。一人暮らしだとちょっと使い切るのが大変なぐらいの量が、なので、その生えてる場所を探し当てて、そこに車を出して綺麗な株を選んで摘むっていう作業を考えると、買った方が費用対効果は高いかもしれません。まあ自分で摘む面白さってのはありますけどね。なので、沖縄に来たらぜひね、採集するにせよ購入するにせよ、沖縄産のうんちえ園菜空芯菜、試してみてください。はい、というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。